1952年にデビューしたダットサンスポーツ DC3 は59年に S211 へと進化、60年のマイナーチェンジでフェアレディを名乗った。これが Z のルーツになる。フェアレディの名が人々に知られるようになったのが62年に登場したダットサンフェアレディ1500だ。シャシーはブルーバードから、エンジンはセドリックから譲り受けたこのオープンカーは63年5月の第1回日本グランプリに参戦しデビューを遂げている。30型のフェアレディ Z は時代の要請によって生まれたスポーツカーといえる。当時最大の輸出先であった北米市場はスポーツカーにも快適性を求めていた。そこでグランドツーリングカーとしても通用するスポーツカーが計画されたのだ。ロングノーズ、ショートデッキ、ハッチゲート付きという Z の原型はこの時にできた。軽量かつ高強度のモノコック構造を採用したクローズドクーペの Z はエンジンもそれまでの4気筒に変え6気筒2リッターとした。国内用の Z は2リッターエンジンであった。しかし北米用は直列6気筒 SOHC の 2.4 リッターが積まれた。このモデルは Z デビュー2年後の71年の国内モデルにも投入されることになる。3速オートマも用意された 240Z は最高速も時速205キロ。この Z は日本でも年間1万8000台以上が売れるヒット車となった。メーカーも国内仕様に力を入れた。4シーターの Z は北米市場からの要請で生まれたモデル。2シーターのホイールベースを20センチ延長しリアシートも設けたのだ。スタイリングもルーフを伸ばしたがバランスの崩れはなかった。エンジンには直列6気筒の 2.6 リッター。このモデルも日本市場に投入された。しかしこの辺りから排出ガス規制で Z はスポーツカーからラグジュアリースポーツ系へと徐々に変化し始めたのだ。Datsun 260Z. 8 years of development. New 2.6-liter overhead cam engine. New looks. New engineering. A new legend. The Datsun 260Z. Drive a Datsun. Then decide.
injected Datsun 280Z. Poised, polished, engineered to endure. AM-FM radio, a new five-speed option, full GT instrumentation, all well within reach, and so is the price. The fuel-injected Datsun 280Z 2 and 4-seater. Flat out perfected. Zap. Datsun 280Z, world's number one sports car. Incredible performance, classic styling. But most beautiful of all, today a two-year-old Datsun 280Z is worth even more than its original price. A proven, fuel-injected investment.